皆さんこんにちは、こんばんは、準急です。今回は近鉄京都線土休日ダイヤ午前で運行されている京都行き準急の行き着く先についてお送りいたします。先日の動画でおよそ1年ぶりに復活した京都由発新田辺行き準急の行き着く先についてお送りしました。そしてコメント欄でも京都線準急2024年版のリクエストもありました。その足がかりとして今回は土休日ダイヤ午前の京都行きについて実際に検証していきます。それでは最後までよろしくお願いいたします。新田辺駅の時刻表土休日ダイヤのものを見ると、午前の時間帯は7時台に2本、10時台に1本の計3本あります。これらの列車はどうなるのか。今回まず乗車するのは新田辺7時27分発の列車なんですが、停車駅の下の表示、当駅で前に2両電車をつなぎますとのこと。まず大和西大寺方から4両で電車が入ってきましたが、車内にはすでに乗客が。到着時刻から推測するに、この電車は大和西大寺を6時58分に出発した各駅停車。この駅で行き先変更するようです。そして車庫からはすでに増結の2両がスタンバイ。はい、連結。はい、もう一丁。はい、出ます。7時27分新田辺を出発。今回は全面展望でお届けします。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は京都駅準急です。途中難波橋までの各駅だけが同時に止まります。次はこのです。木津川を渡ると城陽市に入ります。ほどなく殿小に停車。殿小駅を出発してしばらくすると見えてくるのが新名神高速道路の工事をしているところ。県境をまたぐ区間の工事はかなり時間がかかっているとのこと。くぐって右手に見えるのがさまざまな舞台やコンサートが開催される文化パルク城陽。この日は靴川駅で大阪・関西万博のラッピング車両とすれ違いました。主に奈良線で運行されているこのラッピング車両、ちょっとした出張をしているような感じでしょうか。まもなく大久保に到着と、ここで新田辺で急行が先発したことにより準急にもたらす効果が。doors on the left side will open. Please be careful. 皆さん、お楽しみはご乗車口を探して乗車の準備をしてください。この先乗車内のこの電車に乗車します。お降りの皆さんはお忘れ物のないようにご注意ください。そう、この準急が京都まで先着することに。これにより桃山御陵前より南の急行が停車しない駅の本数確保だけでなく、これらの駅から武田、当時京都へ後の急行よりも先着させることができるという効果も得られるのです。大久保駅から宇治市に入っています。まもなく伊勢田です。左側の扉が開きます。ご注意ください。次は小倉です。 The next stop is 小倉 Station number B10。京滋バイパスをくぐるあたりから京都市伏見区に入ります。宇治川にかかるこちらの橋梁、こう書いて淀川橋梁と言います。琵琶湖から注がれるこの川は淀川の本流にあたるという考えからこう名付けられたのでしょうか。建設されたのは昭和3年。表記からしてその時代を感じます。ほどなく桃山御陵前に停車。桃山御陵前を出発するとほどなく丹波橋に停車。すごく短い感じがしますが、それもそのはずで、この駅間永久キロベースで 0.5 キロしかないんです。Leaving Tanbabashi, this train will be stopping at Takeda. The doors on the left side will... ここからは急行運転の区間、京阪本線の線路をくぐってしばらくすると伏見駅を通過。お願いいたします。 While on the train, please switch your mobile phone to silent mode.しばらくすると京都市営地下鉄の引き上げ線が見えてきました。ほどなく武田に停車。この部分で駅の上をまたいでいるのは名神高速道路。さらに進みます。鴨川を渡り第二京阪道路をくぐったところにあるのが上鳥羽口駅。下した先辺りから京都市南区に入ります。右手にはちらっと任天堂の建物が見えてきます。十条駅を通過。その後、ほどなく東寺駅に停車。ご乗車ありがとうございました。まもなく京都終点です。新幹線、JR 線、地下鉄烏丸線はお乗り換えです。ありがとうございました。京都終点です。お泊まりのお釣り物の内容を今一度お確かめください。こうして新田辺から乗車すること30分。終着の京都に到着。到着した列車の方向幕を見ると、橿原神宮前行き急行となっていました。ホームの行き先表示を見ると、出発時刻は8時4分。ということで、土休日ダイヤ新田辺7時27分発の京都行き準急は、京都に到着後8時4分発橿原神宮前行き急行として折り返す運用になっていました。ここからは京都駅にとどまって検証します。2本目は新田辺7時56分発の列車。京都着は8時29分です。入ってきた列車の方向幕は橿原神宮前行き急行。ホームの行き先表示を見ると、出発時刻は8時42分。ということで、土休日ダイヤの新田辺7時56分発の京都行き準急は、京都に到着後8時42分発橿原神宮前行き急行として折り返すようになっていました。最後は新田辺10時31分発の列車。京都着は11時6分です。こちらの列車は4両編成。入ってきた列車の方向幕は橿原神宮前行きの各駅停車。ホームの行き先表示を見ると、出発時刻は11時26分発。ということで、土休日ダイヤ新田辺10時31分発の京都行き準急は、京都に到着後11時26分発橿原神宮前行き各駅停車として折り返す運用になっていました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。また、このチャンネルでやってほしい企画や乗ってほしい列車、降りてほしい駅などありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。